木村拓也へ、ガいじめ目撃情報まで、チケット売れ残りのソロツアー必死のサービスが招いた、ファンの暴走、9月29日、木村拓也のライブ、拓也木村ライブツアー 2024CU ゼアが、大阪で開催された。その公演中の、ファンのマナーに関する目撃情報が物議を醸している。木村は8月14日にリリースした3枚目のソロアルバム、CU ゼアを引っ下げ、12月までツアーを開催中。2年ぶり3度目のツアーとあって、 ファンの期待も高いが、不安も囁かれていた。9月15日から一般販売が開始されたのですが、10月1日時点でも、愛知、宮城、福岡公演の一般発売のチケットが売れ残っています。特に福岡公演は1日だけの公演な上、12月25日のクリスマス開催とあって、プレミア感が強いはずなのですが、芸能記者。そうした背景もあってか、ツアー初日となった29日の大阪公演では、木村が必死のサービスを見せていたという。 ライブを観戦したファンの SNS 投稿などによれば、スマップのダイナマイトと、感謝して、を歌ったようです。また、スタンドトロッコ、スタトロッという、演者がトロッコに乗った状態で客席の近くを移動する演出や、木村さん自ら客席に降りる場面もあり、終始、大盛り上がりだったみたいですよ。前室、芸能記者。X では、ライブ終了後も興奮冷めやらぬファンの声が多数、見受けられる。 しかし同時に、一部のファンのとんでもないマナーの悪さを嘆く声が多く上がったのだ。今日の木村拓也のライブ、今の若い子らのライブでも見かけんぐらい、客席フリジのファンのマナーが悪すぎてえげつなかった。昨日のバックステはバックハグ、はがいしめに見えた、はじめ、ひどすぎた。追いかける、服を引っ張る、あげく抱きつく。ありえません。あのスタトロ凄す,すぎて、拓也が怒らないか心配になっちゃって。アリトロ乗っててもお構いなしでおさわりしてたし。 目撃情報を合わせると、木村が客席に近づいた際、一部のファンから服を引っ張られる、後ろから羽外締めのように抱きつかれる、自分の席を離れたファンに追いかけられる、といった行為が散見されたようだ。前室の芸能記者は、ファンが暴走した背景に関して、こう語る。スマップ時代、メンバーが中心になって節度ある行動を呼びかけたり、マナーの悪いファンから目を逸らしたりするようにした結果、ファンのマナーは非常に良くなっていました。ただ、今回、 木村さんがライブを盛り上げようと観客に近寄った結果、暴走してしまうファンもいたんだと思います。もちろん、マナーを守らない観客が悪いのは間違いありませんが、木村さんの過剰なファンサービスが裏目に出てしまった、と言えなくもありません。9月30日、木村は大阪での2公演を終えた後にインスタグラムを更新。大阪2日間、本当にありがとうございました。心地よい疲労感に包まれてます。と、綴ったのみで暴走には触れなかった。 しかし、マナー違反が続けば、せっかくのファンサービスも、ちょ、待てよ、となってしまうかもしれない。